はい、ということでね、時刻は、午後20時を回りました。皆さん、こんばんは、プラネッツの宇野恒大です。ですね、まあ、以前やっていたね、結構遅いインターネットニュースの少しリニューアルしてね、もうちょっと時事性の高いも、問題について扱っていこうということで、今日から試験的に遅いインターネットジャーナルという番組を始めたいと思ってます。で、まあ、この番組のコンセプトとしてはですね、まあいわゆる時事問題について解説するんですけど、何かこう、ポジショントークをやってね、なんか、ああでもない、こうでもないってね、敵陣営に対して一生投げてスッキリして、はい、今回もあいつらのせいで日本はダメになりました、ちゃんちゃんって言ってこうスッキリするっていう、ああいう感じでは全く意味がないと思ってるんで、まあ、この問題、そもそもどういう構造になってるんだと。で、でこれをこう解決するためにはどうしたらいいのかと。で、あるいはこう、この問題が突きつけてるより深い問題とは何かとか、まあ、そういったことをね、きちんと議論していく、いけるような、番組に育てていけたらいいなというふうに、結構思っております。で、ルールはね、以前言った通りです。まずもうね、人を貶めない。まあ、これも絶対ですね。で、論破しない。まあ、これももう大前提ですね。自分のことを結構賢く、観客に見せることによってアピールしようということを企みがちな人はもう、そもそも呼びません。呼びませんし、僕はもうそういった人間とはもうどんどん縁を切っていく方向で人生をマネジメントしているので、もう呼びません。だから人を貶めないしね。何かこう、論破もしないしね。で、ちゃんと建設的な話をするっていう、まあ、こういったルールでね、やっていけたらいいなというふうに結構思っております。そしてですね、今日はですね、早速、議論に入っていきたいんですけれど、今日のお題はですね、ジャニーズ問題です。まあね、企画した時にはね、ちょっとね、ちょっとイスラエルのこんなことになると思っていなかったんで、まあ、本当だったら初回イスラエルの方が良かったのかもしれないですけど、まあそこはね、まあ速報的なところはちょっとね、他のところに任せるというか、もう僕の仕事ではないと思うんでね、まあ、ある程度ね、結構シナリオが見えてきたこの段階で、まあ、一応ね、今この日本のね、芸能界というか、日本社会そのものだよね、カルチャーシーンにね、限らず、激震させている、結構ジャニーズ問題についてね、ちょっと、まあ、僕の割と信頼している、メンバーで、じっくり語り合うと、そういう場にしていけたらいいなというふうに思っております。それではね、早速、紹介させてください。今回の件に関してはね、もう縦横無尽の大活躍と言っていいでしょう。もう、肩書きはジャーナリストでいいですか？はい。松谷総一郎さん、今日ありがとうごはざい。います。忙しいよろし中。くお願いします。宇野さん、お久しぶりです。いやー、もう松谷さん、もういつの間にか変なリストにも入れられちゃってね。そうね。そうですね。だから今日もね、なんかこう、なんか意気込みというか、なんかチェックイン的に一言もらえたらいいなと思うんですけど、こういうこと話したいみたいな。まあ、宇野さん、せっかく宇野さんと一緒なので、まあ、どちらかというと、日本のポピュラー文化の問題として、このジャニーズ問題を捉えるということをですね、まあ、せっかくですからね、お話をしたい。なんか、もちろんこれ、性加害の問題なので、そちらの方に、注目が集まって、そちらの方をちゃんと片付けなきゃいけないのは当たり前なんですけども、やっぱり根っこにあるのはですね、これはポピュラー文化の問題であるということを、やっぱ最後はちゃんとそこに戻っていかなきゃいけないなというふうには考えているので、宇野さんとそんなお話ができればなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。まあ僕もね、一応こう、ポップカルチャーの専門家としてね、この件に関しては、なんかちょっとスキャンダラスな興味とはちょっとずれたところに関心があるんですよ。で、そういったところをね、今日じっくり話したらいいなと思っております。そしてもう一人はですね、昇華村塾代表の高松奈々さんです。よろしよろくおし願いしくおます。願いします。どうです久しか、ぶ奈々り。様的には。そうですね。やっぱ、ジャニーズ問題、私たちの YouTube チャンネル、BBC の後からやり始めたんですけども、なかなか最初は報道してるところが少なかったんですけども、だんだん増えてきて、ただこれがジャニーズ事務所だけが悪いっていう形で、なんか問題が終焉しそうなので、ちょっとそこは問題だなと思うので、芸能界自体を見直すっていうきっかけになればいいなと思っています。まあね、高松さんはね、何年ぐらいかな、まあ、わりかし大手の芸能事務所に所属されてたこともあると思うので、まあ、そういったなんか、こう、インナーの立場からもね、いろいろ思うところはあると思うので、そのあたりを話してもらえたらなといはい、うふうもにちろん結で構す。思っております。はい。そしてですね、大事なことですね、この番組は、このオクトバスエナジーさんでお届けしております。こういう番組にね、スポンサーがつくってなかなかないことなんで、僕は大変ありがたく思っております。はい。ということで、まず議論の取っかかりにですね、今日話したいことというか、この問題の結構ポイントっていうのは、一言、スケッチブックとか手元のね、メモ用紙に書いていただいて、それを精度を飛んでまず出したいと思います。で、その上で、なんか、みんなこの辺をポイントだと思っているんだ、みたいなことを、
音が出てきて揃ったところで、僕の方でそれを一個ずつ選んでいくという形で、進行できればいいなというふうに思っておりますので、皆さん、こうパパッと書いてしまってください。僕も書きます。うん、先日の高松菜奈チャンネル、勉強になりましたってコメントが出てまあ、あすけりど、がとうございます。ジャニーズ問題集中的に扱っているということですね。はい。いろいろ取り扱ってます。当事者の方にもお話をおそう伺いね、させうん、てしそれて。は僕も、はい、チェックしました。はい、じゃあ、それではね、せーの、ドンって出しましょう。はい、せーの、ドン、ドン。はい。あれ？あ、ごめんなさい。7じとゃも全く、2ご人めとん。も多分なんかこう、全く見えないんですけよど、かった。想定外でしたよ。7様は多分ね、もうちょっと上に上げると読めると思う。あ、松谷さんは旧体制の終わりでいいかな。ははい。い、で、7様がちょっと、ね、本当に反射して、ま、読めないんだけど、メディアの何、下は何？加害性と書きました。メディアの関係性、そう。で、僕はジャニーズ万博統一協会というふうに3つ並べてみましたということでね。まあ、なんとなくね、みんなね、同じようなことを思ってるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ、ここはまずね、松谷さんがちょっと口火を切ってもらって、この旧体制の終わりって松谷さんが書かれたわけなんですけど、その心はどんな感じでしょうか？ですね、基本的に日本のポピュラー文化エンターテインメント自体が、1960年代以降、テレビを中心として、動いてきたんですよね。で、そのテレビに付随して、音楽産業であるとか、そういったものもかなり動いてきたし、その頃に生まれたというか、その60年代以降の芸能界を引っ張ってきたのが渡辺プロダクション、ナベプロですよね。で、ジャニーズ事務所ももちろんその傘下にもともとあったということですけれども、このテレビを中心とした芸能界のシステム、体制自体がですね、このそうですね、10年、15年ぐらい、非常にこう弱体化をしてきました。で、例えば CD とかもですね、今はストリーミングに移っているし、動画配信も出てきたしということで、そのレガシーメディア自体がですね、弱くなってきているということは、皆さんもお分かりだと思うんだけれども、今回の問題っていうのは、途中で起きたという印象は、その過渡期に起きたというか、過渡期の終わりぐらいかな、に起きた感じがするんだけれども、ジャニーズ事務所っていうのは、その旧体制にどっぷり浸かっていたんですよね。で、むしろその旧体制をいかに誇示するかということを非常に重要視してやってきた会社であったわけです。で、そこがですね、今回の件で、崩壊過程にあるわけですけれども、ただ、これ、多分今回の件が起きなくても、ジャニーズの劣化、弱体化自体はもうすでに生じていたので、中長期的には同じことが起きただろうなと思っています。で、同時に、そしてこれが今回の件もそうだけれども、その旧体制だからこそ起こり得た話、事件でもあったと思うので、本当に今回で全部膿が出るかどうかわからないけども、非常に象徴的な出来事として、日本の戦後芸能史の中では刻まれるんだろうなと思ってます。うん、いや、だから結局、松谷さんの観測では、今回の件がやっぱターニングポイントになるだろうし、ならなければいけないということですよね。それはその通りですね。じゃあ続いて、奈々様の方はいかがでしょうか。はい。私はメディアの加害性について書きました。この問題ってなんでこんなに長く続いてしまったかというと、ジャニーズ事務所がもちろんいけなかったっていうのもあるんですけども、メディア側がそれを許してきた文化っていうのがあるっていうことが、私は問題点としてものすごく大きいなと思っています。で、それはメディアがですね、ジャニーズ事務所に忖度して、ジャニーズの、キャスティング権があったりですとか、辞めたジャニーズの人っていうのを使わないようにしたりとか、欲したりっていうことを、やっぱり意図的にこうやっていたわけですよね。これはジャニーズだけじゃなくて、大手芸能事務所を辞めた人をですね、欲すっていうような文化とかっていうのに対して、
やっぱりメディアが自分たちの力を持っているってことを認識して、ちゃんとこうキャスティング権を自分たちでコントロールすることができたりしたら、被害者の方がもっと声を上げやすかったりとか、でジャニーズ事務所を辞めた人がその後テレビで活躍し続けていたとしたら、今回の問題ってここまで長引かなかった可能性が非常に高いんじゃないかなと思うので、まあ、半世紀近くこういうことをこう続いてしまったので、文春とか報じてたところはありますけども、なかなか追及したメディアがなかったので、やっぱりメディアはそれに対して、猛省するべきですし、今も、私たちは報じてきませんでしたっていう形で終わってますけども、一部、TBS の報道特集とかが、自分たちの社内ではどういう議論が行われてたかってことを検証というか、まあ、し始めたりしていますけども、そういうような形で、ちゃんと第三者の調査機関とかを入れて、まあ、メディア自身も、まあ、どういうふうに忖度してたのかとか、どういう圧力をかけていたのかとか、メディアの加害性にも向き合わないと、またこれジャニーズが他の芸能プロジェクトに変わるだけで、同じことが繰り返されてしまうんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、ちょっと僕はね、ちょっとなんかもうちょっと2人とは別のことを書いたと思うんだけど、先にね、結構2人の議論というのを結構詰めていきたいなというふうに結構思っていて、まさにさんね、これね、今後のシナリオとしてはどのあたりが今現実的だというふうに選んでますか？ちょっと本当わからないんですよ。で、そのわからなさっていうのは、要はね、ジャニーズが新会社を作ると言ってますよね。で、新会社はまあ多分作られるんだろうけれども、そこにですね、まあタレントたちがどれぐらい移るのかということと、あともう一つは、その今、スポンサー企業等がすごく注視しているのは、今あるジャニーズ本体、スマイルアップと新会社との関係がちゃんと断ち切れるかどうかってことなんですよね。で、その新会社の方にですね、そのジャニーズが持ってるさまざまな資産、例えば、音楽出版権、原版権とか、あるいはその過去のアーカイブの権利、そして、まあ、商標もそうだし、何よりファンクラブ事業ですね、こういったことを、どういうふうにその新会社の方に移管をしていくのかということが、まだ筋道が全く見えないんですよ。で、これね、私も取材で早い段階でもう分かっていたことなんだけども、無償で例えば譲渡したとしてもですね、税金かかってくるんですよ。で、それが非常に多額の税金になってくるわけですね。で、これを新会社、例えば資本金1000万円とかで新会社を作るのはまあ誰でもできるけれども、その新会社側に税金を納めるだけの力っていうのが多分ないわけです。ないというか、まあ誰か資本参加をしてくれないとね、大口の。なかなかそれができないわけですね。ってなった時に、これ新会社例えば発足してタレントが全部移ったところで、本体のスマイルアップの持ってる資産と旧来の、まあ、ジャニーズ事務所、旧来というかこれまでそれまでのジャニーズ事務所の資産っていうのがちゃんとつながりを断たれるのかというと、それがまあ難しいわけですよ。で、こういうふうになった時に、新会社なんか作らずに、なんかどんどんこう資産に関しては売却をして、タレントは全部 FA になって好きなところに移った方がいいんじゃないかみたいな話になりかねないと。で、それはもう今後のタレントの動向次第で決まってくるだろうなと思ってます。僕はですね、今回の中で、一番の被害者は何か、僕タレントだと思ってるんですよ。うん、もちろんね、ジャニーズ事務所が何か、まあ、テレビ局に対してね、まあ、恫喝的な態度を取ることによって、うん、まあ、非常にこうなんか冷や飯を食わされていた他の事務所のタレントだったりとか、テレビ局の関係者ですごいいっぱいいて、うん、それも本当にとんでもない話だと思うんだけれど、一番の被害というのは性被害を受けたね、うん、まあ、所属タレントたちであると。で、まあ、今回の、件によって、まあ、彼らの活躍の場を奪われるというのは多分一番、ケアしなきゃいけない部分であると。で、僕は、まあ、一番望ましいのは、やはりタレントたちが完全にジャニーズとは縁を切れた、まあ、ジャニーズの血が全く入らない新しい事務所に移って、今まで通り活動できるというシナリオが結構一番、結構望ましいんだと思うんですよね。で、まあ東山体制に、新体制に移行して、新会社の方にタレントエージェント契約という形で、まあ、何らかの形でちょっと残しておきたいという、まあ、ダメージコントロールをこの量でやってると、僕一番驚いたのは、この量でまだダメージコントロールでやってるんだと。最初の段階では、
謝罪で済むと思ってたはずなんですよ。あのジュリーが表面上を引いて東山と井之内が出てくればそれで収まると思っていて、まず僕はこの段階で愕然としたの。この人たちこれで済むと思ってるんだと、済まねえだろみたいな。エブスタインの事件とかちょっとさ知らないわけじゃないだろうに、このレベルのなんかこうあの、まあ、言ってしまう会社ぐるみのレイプ幇助のような、まあ、に近いような事件が起こっていて、このレベルのダメージコントロールって済むと思ってるんだってことに僕まず愕然としたんですよ。もう常識的に考えてジャニーズ事務所って解散面が選択ないし、まあ、解散した後にここの これからも芸能界で戦っていきたいタレントたちをどうケアするのかっていうところで僕論点があると思っていたら、恐るべきことにダメージコントロールしてるんですよね。それにさらに恐るべきことにテレビ局の連中乗っかろうとしてた、あの段階では、最初の会見の段階では、うんうん、そうですね。もうあの東山と井ノ原を英雄にすることによってダメージコントロールに乗っかろうとしていた。これまずこの認識が僕は一番ショックで、あ、ジャニーズの連中もテレビ局の連中もあのバカな国民に対してそれっぽいパフォーマンスをすればこれは乗り切れると思ってるんだというのを思って、まず全然反省してないし彼ら、うん、あの今まで全力で反省したポーズを見せないと社会的に抹殺されるかもしれないけど、俺してないと思うよ、あの人たち根本的に。それなんでそう思うかというと、一番最初の会見がそうだったから、うん、あのこれで済むんだったら済ませたいという気持ちがありありで、本当どうしようもないやつだろうなと僕は思いました。ただ僕も多少テレビ関わってきたからそんなもんだろうなと思ってた、はっきり言うと。それぐらいモラルっていうのは、うん、あの存在できない世界なので、あの日本のテレビ業界では特にバラエティとか芸能関係というのはね、それは思いました。これが1点で、あので、2回目の会見はさすがにこれは、まあ、特にやっぱりかいあの外貨を稼いで、あの事業をしている大企業がどんどん広告を引き上げていったわけですよね。この航空会社とかを筆頭に、うん、それで真っ青になって、あ、これはドミノ倒しで完全にスポンサーが引いていくと。で、スポンサーが引いていくと、もうテレビ局は自分たちを守ってくれないからということで、大急ぎで方針転換して、この前の松谷さんが大阪に行って出れなかった方のね、ブラックリストに載っていた方の会見が開かれたと、2回目の会見が開かれたと。で、その2回目の会見 ではあの、最低限ここだけは残しておきたいっていうね、うん、なんかもう基本的に関ヶ原ではもう負けて、もう徳川のようになっちゃうんだけど、なんか大阪城の周辺だけは豊臣家に残しておこうみたいなダメージコントロールしてるわけだよ、彼らね、うん、言ってしまえばね。で、そこで、まあ、なんとかね、望月磯子とかを結構もう悪役に仕立てることによって、なんか井ノ原を英雄に仕立て上げ、そしてなんとか、せめてこれぐらいの取り分は残しておいてほしいダメージコントロールやってる。だから僕はこれがの絶対乗っかっちゃダメだと。最後まで僕はこの辺やりきることが大事だと思っていて、そうじゃないと日本絶対変わらないしね、うん、日本の芸能界変わらないし、ひいては日本も変わらないと思う、僕は思うわけなんですよ。なので、僕はね、何がいいかというと消費者運動だと思う。もうつまりもうジャニーズの、少なくともスマイルアップとかに所属しているうちは絶対に、スマイルアップとかのそのタレントが所属しているうちは絶対に起用を消費者の方が認めませんと。タレントに罪はないですよ。タレントに罪はないけど、ジャニーズは完全に縁を切ってほしいということを僕ら消費者が声を上げるべきだと思って、うん、でそうすることによってやっぱりスポンサーも、いやもう完全に別の事務所に移籍してるんだったら全然使いますけれど、今のうちは無理ですよという態度になるじゃないですか、うん、それがないと僕は海出し切らないと僕は思ってるんですよ。どうですか、お二人は。まあ、うん、テレビ局、まあ、来月新会社ができるというので、今の段階はそれまでをそれを待っている状況なんだと思うんですね。で、なんだけど、うん、だからそこでちゃんと資本が切れてるのかとか、あとちゃんとその新会社にみんな移るのかっていうこと自体がまだ見えない。今多分すごくね、今月10月っていうのはやっぱすごくモラトリアムな期間だと思ってるんですよ。その10月2日の会見からね、今月って。だからまあこうジャニーズも多分この1ヶ月間でいろんなことやらなきゃいけない。でそれを今多分水面下でものすごく進めてるんだけれども、それがちょっとどうなるかはっきりしないから、まあそれまではもちろんスポンサーとかはまあ慎重ですよね。で今慎重な姿勢変えてないから、スポンサーの方はある程度はね。だからまあもうちょっと待つしかないんじゃないかなという気がしますね、今のところはね。なんですか、どう。
そうですね、まあ、新会社のなんか方向性が全く見えてないので、私はまだそれが判断、正直できないんじゃないかなって、宇野さんがおっしゃるような、なんか前、旧態依然とした前のままなのか、まあ、それか本当に生まれ変わろうとしてるのかとかっていうのも、例えばエージェント契約にしますっていうのとかも、まあ、本当になんかこう海外のようなこうエージェント契約みたいなものができるんだったら、今までみたいなこう事務所が強くなるっていうところから抜け出せる可能性っていうのもまだまだあるわけなので、ちょっとそれはまだ判断できないんじゃないかなというふうに、まあ、どちらかというと、でもそれをこう、なんていうんですかね、ジャニーズ事務所が、まあ、生まれ変わった会社もそうだし、昔の今ある芸能事務所もそうですし、二度と繰り返さないような仕組みを作っていくってことの方が大事かなっていう気はしますね。本当そうだよね。本当そうですよ。僕ね、ちょっと意外と僕が一番厳しい意見を持っていて驚いてるんだけれど、それなんで、僕はなんでこんなふうな、この意見を言ってるのかっていうと、成功体験を与えちゃいけない。つまり、このレベルのスキャンダルが出ても、これぐらいのダメージコントロールでいけば、これぐらいの取り分が残せるっていう成功体験を与えるっていうことが、僕はものすごく、この先の日本のテレビ業界やエンターテインメント業界、ひいては日本社会そのものに対して悪い例として残ってしまう。なので、僕はこの件っていうのは、今後のことを考えたら一発アウト、もうこのレベルのことが明るみに出た企業っていうのは存在できないというレベルの実例を残す以外にないんだと思うんだよ。それはその看板を使えないっていうのとか、保証会社だけになってその後廃業するっていうのでも、なかなかのこう、なんていうんですかね、ものだと思うんですけど、それだけだと宇野さんはダメだやとはり思僕います。は新会社の結構エージェントで人が事実上残らなくて、まあ、開店休業状態っていう、なんか要するに主力タレントが全員他の、事務所に移ってるって状態まで持っていくことが僕は一つのゴールだと思っています。で、それと、やはり、まあ、やっぱりこう連鎖反応で、ね、やっぱ脳年齢な問題とかあるわけじゃない。はい。分かりやすいところで言うとさ、ああいったやはり、なんかこう大手芸能事務所とやっぱりテレビ局の関係っていうのの分、ブラックボックス化っていうものに対して、やっぱりしっかりメスが入るっていうところまで持っていくっていうのは、僕はこの事件の、やっぱり僕は一つのね、望むべきゴールなんだと思うんですよ。まあ、それはその通りですよ。それはその通りで、僕、まあ、そうね、多分ね、そうですね、その通りとしか言えないんだけど、多分今の段階、なんか僕は結構そのスケジュールというか、タイミングを見てるところもあって、いろんなこと一気呵成にやっても、なかなかその注目も分散されてしまうっていうのもあるから、まあ、テレビ局は今自主的にいろいろやってますけれども、まあ、テレビ朝日もなんかやるっていう方向を結構決めたらしいんですよね。で、なんだけども、まあ、今の段階はまず11月からの補償がどういう形で行われるのかっていうのを待って、あと新会社ができた時にどれだけ移るのを待ってっていうのをちょっとちゃんと、まあ、観察をしているタイミングかな。で、そうなんです。だからね、そう、今はだからまあちょっと様子見っていう感じなんですよね。で、目標としてうんぬんっていうのは、僕は高松さんと同じで、まあ、各テレビ局もそうだし、これはジャニーズ事務所以外の芸能界もそうなんだけども、やはり再発をしないような、何らかの、まあ、施策を練らないと、やっぱりこれ、ジャニーズがなくなったところに他の会社が入って同じことやる可能性っていうのはたくさん多分にあるわけだから、まあ、そのシステム自体をやっぱ変えていくことが必要だなとは思ってます。で、あと、ジャニーズに関しては僕、まあ、宇野さんをなくした方がいいみたいなことをおっしゃるけれども、僕ね、中長期的にはこれ空中分解すると思う。そうね、ほっといてもね。ほっといても。だから、まあ、今はそう思ってるんです。今の状況でも、ちょっとこのジャニーズの体制とか、最近の声明を見ても、こいつらやっぱりもう変わってないなっていうのはすごいよく分かったので、まあ、ほっときゃこれは多分ダメになるだろうなと。だからまあ、それよりも、まあ、本当、再発防止策とか、そういったことを我々が提言していくことが必要かなというふうには考えてます。ちなみにこの再発防止策って一言で言うけど、結構俺難しいと思うんだよね。で、その辺ってなんかどういう制度っていうのは考えられますか？いろんなタイプ、まあ、一つは、まず一番最初にやらなきゃいけないことは、その芸能界の業界団体、音事協だったり、音声連が、まあ、声明を出すっていうのはもちろん。
であとテレビ局もちゃんと倫理規定を見直すということをやるっていうのがもちろん。で、テレビ局に関しては、まあ、自己検証もそうだけれども、何らかの形で第三者性がある、やっぱ調査、捜査は必要だなと思っていて、で、それを各社が独自にやるということも考えられるけれども、例えばその民放の場合は民放連とか BPO っていう組織がありますから、まあ、そっちがやってみるとかね、いろいろやり方もあるだろうと。で、あとはまあ再発防止ということを考えると、その、まあ、国ですね。で、今回、まあ、国が何も動かないということに対して不満がすごく大きいんですけれども、やっぱり、まあ、表現に携わる企業ですから、なかなか総務省とかがいきなり口を出すってことは、まあ、あんまり許してもいけないなと思っていて、で、それよりも、その人権を、まあ、阻害するような行為自体が行われた場合に、まあ、芸能界、あるいは芸能界に関わらず、そういう人たちがこうちゃんと、まあ、駆け込める場所、連絡先を作っておくことですね。で、韓国はこの辺、ものすごくちゃんとやっているし、参考にするべきことがたくさんあると思うんですよ。で、プラス、その、なんで韓国はここまでやっているのかというと、それは、韓国において、まあ、ポピュラー文化ですね、知的財産が十分な大きな産業であるという認識が、まあ、コンセンサスが得られているからなんですね。で、まあ、韓国はその準政府機関、日本でいう独立行政法人を使って立ち上げてですね、そこにまあ結構な権限を与えて、いろんなまあ法整備等も含めてですね、やってきてるわけですけれども、日本ってまずそもそも芸能界とかポピュラー文化全体に対しての、監督官庁ないですよね。で、もうそれぞれケースによってバラバラにやっていく、文化庁なり経産省なり、バラバラにやっていくっていう状態なので、あなたたち、日本の政府の人たちは、こう、日本のポピュラー文化、エンターテインメント、芸能、そういったものに対して、どういうふうに向き合うのかということを、ちょっとこの際ね、ちゃんと考えていただきたいなと思っていて、で、それを考えたときに、ちゃんとした、まあ、法整備等っていうのは出てくるんだと思います。なんかね、これ、奈々様の意見も聞きたいんだけどさ、まあ、俺ね、テレビ局の特に芸能関係の人たちは、これ、黙認してたこと間違いないわけなんだよね、状況証拠的にね。もちろん、状況証拠でさ、人を断罪することはできないよ。でも、それこそ今、松谷さんが言ったようにさ、第三者委員会とかを設置してね、徹底調査すべきなんだと思うわけ。明らかにこれ、知ってて黙認していた人たちはいる可能性が非常に高い。で、少なくとも、ジャニーズに忖度して、報道しないとかね、ジャニーズに忖度してライバルの男性アイドルを締め出す、このレベルのことは日常茶飯事だったはずなんだよ。これはもう業界の常識としても絶対なかったとは言わせない。で、これを突っ込んでいたときに、やっぱりジャニー喜多川のレイプを黙認していた、知って、もし、レイプ被害に対しての報道を握りつぶしてたっていう、もっと深いレベルのやばいことをやっていた可能性もかなり高いわけなんだよね。ここに関して僕は絶対第三者委員会を作って徹底調査して、で、まだ現役にね、そのテレビ局の役員とかいるはずなんだよ。で、やっぱりテレビっていうのは認可事業なんで、僕は彼らはやっぱり絶対に辞めさせるべきだと思う。で、ちゃんと社会的な責任を取るべきだと思う。で、そこまでやらないと僕はこの問題ってなかなか今後になんかこう、プラスの資産を残すことができないんだと思うんだよね。だから、そこまでやるっていう覚悟は僕はこの問題に関しては必要なんだと思ってるの、実は。いや、そうだと思いますよ。はい。イギリスも、ジミー・サビルという司会者が、死後に性的被害、加害性っていうのが分かりましたけど、その時も、BBC が調査を、やってまして、で、その時に誰が知っていたのかとか、で、なんで言えなかったのかとか、まあ、そういうことを第三者に頼んでやってるので、まあ日本でもそういうことっていうのは当然必要だと思いますね。なんか東京新聞とかもお気持ちみたいな形で表明してたりとかしてましたけど、でもああいう形ではだけではなくて、しっかりともっと第三者によって調査されるってことが必要だと思いますし、なんか私がと気になるのは、みんななんか横並びで BBC の報道があるまで私たちは黙認してきましたみたいな形でメディアが目指してるんですけど、なんかちょっとそれも違うなと思って、っていうのは BBC の報道があった時に、なんか私、あ、これでなんか芸能界の問題だいぶ変わるなと思って、なんか結構こう安心してたんですけども、全然こう
カーン岡本さんとかその後立ち上がった後に全然メディアが報じる姿勢なくて、これまずいぞと思って、それで私もなんか別に自分が得意な分野とかだ、そういうわけじゃなかったですけど、うん、YouTube で声を上げた人がなんか声が届いてないのおかしいと思ってやったので、なんか今の現役の人たちも問題があるんじゃないかと、本当にどこまで取り上げようとしてたのか、まあ、その後 NHK が取り上げて、そういうところから、あ、 NHK やるんだったらうちも、まあ、共同通信も取り上げたりとか、そこからじゃあうちもやるかみたいな形で、なんか昔の報道マンが報道しませんでしたってだけじゃなくて、現役の今の人たちが報道しなかったっていうところにも、うん、目を向けなきゃいけないんじゃないかなと思います、ね、うん、まあ、それはもう上がグリップずっとかけていたっていうのは僕も知っているので、具体的に、まあ、言えないですけど、言えないことも多いんだけど、まあ各社がね、今テレビ局が検証をまだするって言ってるので、テレビ朝日もそうだけども、 TBS も、ま、もうちょっとやるって言ってるので、まあ今 NHK もね、あとこれで終わるわけはないと思いますので、まあもうちょっと待っていいのかなという気はしています、個人的には。うん、でもそれってさ、こう第三者委員会でやるの、それともなんか社内調査の、それで全然違うと思うんだけど、どっちがいいのかな。いや、僕第三者委員会の方がいいと思ってるよ、うん、そんなテレビにそんな事情作業なんてあるわけないじゃん。連中だよ、だってみんな知ってるでしょみたいな。できること全部やった方がいいですよ。第三者委員会でもやった方がいいし、社内検証でもちゃんと、うん、自社のメディアあれだけ持ってるんですから、やるべき。うん。なんかね、第三者委員会ってものすごい金かかるんですよ。で、なんかジャニーズの、特別、再発防止特別チームも多分億かかってるんですね。で、あの3人で億かかってるので結構大変なんだけど、例えばだからさっき僕も言ったように、その BPO とかね、民放連が代表して全社やるとかっていうことにすると、ある程度その第三者委員会ってやっぱ公正性とか中立性っていうのが常にまあ目を向けられてしまうので、まあそれを考えると、なるべくその各社が準備した第三者委員会よりも、民放連に一回お金を全部出してそこでやるっていう、しかもまあ全社に対して一つの組織やるっていうような方向の方が、民放に関してはそっちの方がいいのかなという気がしてますけどね。まあでもさ、まあ、NHK もそうだしね、あとは新聞系もね、やっぱそれなりにやんなきゃいけないと思うよ。例えばさ、こうアイラってあれだけジャニーズをしてたわけじゃない。うん、で、やはりさ、やっぱり当時の編集長とかね、実際にこう担当していた人っていうのはどこまで知っていたのかとかね、どこまでそういったジャニーズに配慮した報道をしているのかってこと、僕は洗うべきだと思うんだよね。まあ、アイラに関してはね、浜田恵子さんがその当時の編集長ではなかったんだけれども、まあ、後になってそのジャニーズのズブズブ状態だった時にのことに関しては、津田大輔さんの番組でお話を結構ぶっちゃけていただいたので、状況は分かってますね。で、まあ、アイラに関してはその朝日新聞本体じゃないっていうところがあるんですよ。うん、なので、まあ、朝日新聞出版かな。なので、そこはまあ、僕もやるべきだと思うし、その話はずっと聞いていたことだし、あと何よりもその朝日新聞の内部に、強烈なジャニタンがいるんですよね。で、うん、このジャニタンは、まあ、僕が過去に書いた記事を見ていただければそこに名前も実名で出てくるけれども、まあ、私が書いた記事に対しても難癖をつけてきたっていうようなことがあったので、まあ彼女に関しては本当にちゃんとちょっと手話内的に調査をした方がいいとは思いますね。要は何かっていうと、物品もらってんじゃねえのってやっぱ疑惑がどうしてもあるから。で、ジャニーズっていうのは、なんだろう、お中元とかお歳暮とかいつもお世話になってますみたいな感じで、こういろいろなサービスを提供するわけで、サービスとか物品とかを提供してきてるって話はいっぱい聞くわけですよ。で、それで相手の心をつかむというところもある。でプラス、そのジャニタン自身が実際にジャニーズの大ファンであるということ自体こともあると。で、この辺を一回その、まあ、朝日とかもそうだけども、ちゃんと洗い出した方がいいんじゃないですかっていうのは思いますね。一番すごい有名なのは、その嵐のデビューイベントをハワイでやったときに、まあ、顎足付きの、ね、飛行機で
チャーター便でみんな行ってそのデビュー記者会見を、まあ、報道したっていうことが、1999年にあったんだけれども、複数の筋から聞いたのは、まあ、部屋に入ったら、ホテルのね、部屋に入ったらそこに高級なバッグが置いてあったと。で、そういう話を複数の筋から聞いたことがあります。で、あの、これは公務員だったら賄賂になるんだけども、まあ民間だからそれが法的に問われるものにはならないのかもしれないけれども、やっぱり倫理的に、かなり大きな問題があると思っています。で、ただまあこういうことって、あの、別にジャニーズに限らずだけれども、うん、いっぱいあるわけですよ。うん、で、なんか、だからまあ、なんていうのかな、そこの辺の難しさってのも含めてね、いいきっかけだから、ここでどこまで OK でどこまでダメなのかみたいなことも含めて、あの、ちゃんとクリアにしておくべきだと思いますけどね。なんかね、じゃあそれをね、実際に、じゃあ、あの、こういう制度ができて、まあ、そのどこまでが結構その業界の、結構業界内でこういう制度を作ることによって自主的に変えていくのか、もうここから先はやっぱりある種の法規制みたいなものが出てこないとちょっと無理なんじゃないかとか、そこにはそこに至るためにはこういったシナリオがありえるんじゃないかとか、そういった話をね、結構ね、この後していきたいなというふうに結構思っております。で、だんだんちょっとね、あの、気な臭い話もなってきたんで、無料放送今回ここまでにして、こう有料に閉じてちょっとフリーダムな感じで話していこうと思ってます。で、あの、こういった番組ね、結構試験的に始めていて、もしね、この継続に興味を持っていただける方がいらっしゃるんでしたら、ぜひともね、チャンネルの方入会していただけると、またこういった番組をやっていけるなっていうふうに僕も思えるんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとね、運営さんの方は結構閉じていってください。いやー、それでさ、でもこれさ、でも